おはようございます。はい、フランスに来ました。実は昨日からフランスには到着してて、昨日はもう着いて結構移動が長時間だったので、もうゆっくり寝て朝ごはん食べてねって思って準備満タンで、今日はこれから撮影なんですけど、すごいですよ。まずはね、ちょっとパリから離れたところに来たんです。海だ、わかる、息白いの、すごい寒い。1月のね、めちゃめちゃ寒い時っていうか、武道館終わったばっかなんだけど、そんな時に来てしまいましたよ。フランスに来た私が、ちょっと撮影の順番は前後しちゃうんですけど、だんだんこうパリ、フランスという街に迫っていくみたいな感じで、どんどんちょっと変わりゆくんですね。すごい。以上です。もう最初の場所は終了。早っ。でもあれなんですって、フランスは結構日の出も日の入りも早くて、今日もね朝8時半ぐらいにやっと太陽出てきて、で日の入りも4時ぐらい、すごい短いみたいで、朝ごはんめっちゃ美味しかったんですよ。パンとハム、あとゆで卵を自分で茹でる機会があって寒いけどね、いい感じですよ。よかった。なんかこう地元の人の集まるカフェって感じだったので、いい雰囲気だった。子供とかもいて、日本でああいうカフェにあんまり子供いないです。じゃあお子さんはね、朝ごはん食べてた。香りは普通のオレンジ？なんかめっちゃ可愛いね。いいな。髪の色すごい色してる。わかります。
全然日本人いないね。キャビア食べれるかな？フランス中に。トリュフも好きです。トリュフが好きです。三大珍味ならトリュフの塩のやつが美味しいですよね。食べたいな。お気がですねですね。早い、あっという間でした。どこが1としてどうやってスタートしてあれを作り始めたのか謎じゃないですか。あの家つながってません？わあすごい。これは確かにすごい。この辺とかめっちゃ可愛い。かわいくない？あ、そう、そこら辺で分かりだと思ってます。あ、ここ濃いことだけはなんとなくわかります。パスタ、あ、パスタ、カルボナーラ、あ、出た、ムール貝ね。貝美味しそう。貝甘いのすごいですよ。ウィルメア、あ、もう、もうさ、ウィルメア、理解してます。Et un garette de... Ensuite, qui c'est ça? Ça, c'est bon, là. Océane?あとはお酒弱いです。強くでも全然飲めるけど赤くなっちゃうんですよ。チンチン、頑張りましょう。さて、さて、どう？おいしい。なにこれ、うわー、これもすごい美味しい。これも卵がだってちょっとトロトロ。じゃがいも入ったのもあるから、でも卵とチーズとハムが入ってる。うわー、絶対美味しい。シーフード、なんか出来ました。これはなんだ、全然ガレットとは別に感動が抑えられない。え、で、しかも、なんか海鮮乗ってる。うん、はい、はい、うん、もう美味しい。うわぁ、すごい。うん、美味しい。メルシー、僕って言われた。めっちゃ可愛い。ちょっと中、お風呂とかに浮かすのかな。そんな感じ。めっ
何色っていう色ある？めっちゃある。さくらんぼグッズいっぱいあった。これ可愛いじゃない、さくらんぼ。これこれいいじゃない。可愛い、どう？可愛い。これが、あれが編集品になっちゃいます。ヘッシー、ゲットしました。言い出せなくて言い訳がまた増えてく。また次の衣装へ着替えて、今日はもうちょっと撮影続きます。おしゅうさば、さば、さば。すごい、かわいい。めっちゃかわいい。やばーやばい、やばー。Et Jungo m'avait dit qu'elle, elle, elle se mettrait avec quelqu'un parce qu'on était juste en chambre. D'accord, d'accord. Attendez. Je comprends. Je suis en train de parler. 5, 6, 7, 8. Attends, moi, ça sent la cause. On a 9 chambres. 9, 10, 11. Donc, il y a 2 fois 2 dans des chambres. Donc, on a des chambres avec 2 lits. めっちゃかわいい。あ、うちの子に似てる。ブリティッシュ。顔がね、めっちゃふてこくてかわいいんですよ。はいや。眠いね。かわいいよ。このまま寝てるかね。下寝る、顔つけるわけでもなく寝るんだな。お待たせしました。あ、ピップ何色にしますか。はい、OK です。今日泊まるホテルのお部屋の、お部屋いっぱいあるんですけど、みんな違う感じで、すごくないこの部屋、広っ。時を止めて、悲しい夜にならないように、ゆらゆらと揺れる思いがもつれる言葉になんてさできないんだ。意味がなくても回る世界で生きてる。確かなものは君と歩いたこの足跡だけだ。
ハマさせフランス語理解できてさ。寝て寝てるだけじゃね。頭さそう。どう。シルブプレ。どや。シルブプレどや。ありがとうございます。静か。ね、7時台ですよね。もう閉まってるんだ。寒いね。夢を見て。フランスの、撮影も初日無事終了して、いい感じになりそうだなということでホクホクしております。明日も明後日もよろしくお願いします。ではお疲れ様。乾杯。乾杯。あー美味しい。お疲れ様。セボデリシュー。うわーやばい。これ食べちゃう。なんこれ。あーもう最高。肉食べたい。ここ行こう。これつけたら。これをつける。うん。こんなもん。キャラメルピスタチオ。わら。メッシー。もう3年ぐらいピスタチオのアイス食べたかったから念願かなった。うん。あー。アイスクリーム乗っけてみればいい。あー。出してもらう？はい、今日の撮影が無事終了してお部屋に帰ってきました。楽しかった。もう何よりムール貝が美味しかったですよ。あのご飯がねどれも美味しくて、お昼に食べたガーレットもそうだし、ブルスケッタも美味しかったし、でムール貝でしょ、最後食べたアイスも美味しかった。もうなんか始まる前はちょっとこう若干の緊張感があったんですけど、ちょっとバタバタしてたのもあったしね。だけど旅行気分で楽しんでおります。写真もいい感じだったので、明日はね、今一番北の方にからスタートしてちょっとずつこう降りていって、明日はお城の方、なんかお城なんかちょっと廃墟になってるとこなのかなに行って、その後パリに夜は泊まるっていうプランなんですけど、また多分違うフランスがね見れそうなので、ちょっと楽しんでいきたいと思います。多分ねいい感じですよ。とりあえず今日はもうお部屋でゆっくり休んで、明日も朝早くから撮影頑張ります。じゃあまた明日、バイバイ。お待たせしました。
はい、します。ドキンと胸が音を立てるのが今聞こえたよ。多分運命さえも知らないの。この先はどんな世界がねえ私を待ってるのかな。おはよう。まさかのノースリーブだけど暖炉に当たるどういう状況裸足だし裸足寒いファイヤー高く遠く闇を吸い込まれていきますよどこまでも これはこれから移動する車内で食べます。いろいろありましたよ。めっちゃお店かわいかったね。おいしい。ガイアール城っていうのがある町に自由がね、レザンドリだったかな向かってるんですけど次はまたちょっと違う感じみたいで、もう今移動してる段階でさっき港町にいたからなんかちょっと風景が違うなって感じはしてるんだけど、こっちとかいそうじゃない？美味しい。キャラメル食べてるからすごい滑舌悪くなってるけど申し訳ない。
フランスはフランスでもいろんな場所があるんだね。結構私は今まその今日の朝まで連れてたオンフルールって街はかなり好きでした。なんか調べたら印象派の画家が愛した街って書いてあって、まあ確かに画廊が多かったなって。だからね、最終日のパリで美術館に行きたいんですけど、行けるかな、混んでるみたいなんだよね。今日結構薄着の撮影だったんですけど、朝からめちゃめちゃ食べちゃって、なんか大丈夫かなって思いながらちょっとでも大丈夫っぽかったです。見るの楽しみ。普段さ、日本でコーヒーショップに行くと大体コーヒー我慢する、コーヒーはあんまり甘いの飲まないんですよ。でもなんかね、フランスに来てからね、リミッターが外れちゃったみたいで、大体ショコラ系のしか頼んでしまう。服の国ですもんね、フランス。お家もね、いっぱいあるから、ちょっと食べて思い出いっぱい残したいと思います。1時間ぐらい次の場所までかかるみたいな。Merci. Voilà. Si. Bon appétit. Oh, oui, bon, oui, bon. Oui, c'est bon. Dadakimasu. Tada. イチジクのタルトです。美味しそう。すごいなんかじんわり。めっちゃボロボロやん。放送事故っすよ。大事故。全然うまく食べれない。はーい。熱そう。ちょっと冷まそう。熱い。おいしそう。おいしそうだな。ちょっと冷ましたら食べます。赤コートです。フランスにあふれる。寒いですね、今日は。ひんやり。ヨーロッパに来たです。です。でで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 でじゃーん。はい。歌に入る前に終わっちゃったんじゃない。しまいそう見つめる景色空の青さも全部汗ばむ季節の虚無感の答え誰も知らないんだな思い出せなくてもきっと僕らの出会いはどこかで何かで
一歩で挨拶してるよ。待って、行かないで。見てくれもしない。何もくれんかった。あいつ何もくれんかったな。いや、二人で多分話してると思う。スーっていなくなったから、最初。可愛かった。とうとう、ハリーへ。少しずつだけど向かっている、大丈夫、無機質の中でも確かに息はしてる。ナンバースピード先の一瞬を感じたらそこにいるんだろう。探してたんだよ心の花を咲かせて。大丈夫、はい、OK、 はい、2日目の撮影も無事終了しました。乾杯。いやもう、今日はオフルールから相当いろんなとこに、ガイアール城に行って、ね、やっとパリに着いたんですけど、もうなんかパリが都会すぎてちょっとドキドキしてます。でもね、すっごい寒かったんですけど、今日はご飯もイタリアンっぽいやつを食べるんですけど、楽しみですね。じゃあまあ明日に備えて英気を養おうと思います。バンバンした。おはようございます。ということで今日初日から4日目で、ね、着いて1日目、撮影2日目で3日目なんで4日目ですね。そしてついにパリ、朝です。まだ暗いよ。今9時過ぎぐらいなんですけど、まあ、天気もねあってちょっと暗めです。でもやっぱ北の方から来たからパリはあったかく感じますね。今日はこんな衣装です。緑のコート。うん、ちょっと私はねまだどこ行くかわからないんですけども、今日はパリ市内を撮影してもう昼ぐらいで終わりと。やっと。でももうなんかあっという間の撮影だったので早いなと思いつつ、せっかくなのでねパリを一日満喫しようと思います。いい写真撮るぞ。お、はい、抱きしめたい、そう思って背中を見てる。好きだよ、まだ言えないけど、その瞬間はきっと来る。番犬か。
頭優しそうな顔してる。この衣装ははいアップで、はい、はい、どこの後セーヌ川のほとりまたもう衣装着替えて終了です。ラスワン、ラスト衣装、ワクワク。すごすぎるな、この街並み。かわいい街並みです。パリ風、パリ的な撮影がついに大きいですね、フランスパンは。もう終わりそうじゃないですか。もう撮影ねえ、間もなくっぽい感じしますよ。その瞬間を奏でよう。はい、終了させていただきたいと思います。お疲れ様でした。いやー、全工程終了です。パリで終えました。私のパリ、フランス、旅行期はここで終了です。楽しかった、楽しかったし、すごいなんかこういろいろ学びがありました。ちょっと噛みましたけど、学びがねありました。来てよかった。写真もすごくいい感じになっていると思うので、皆さん何度も何度も見てほしいなと思います。そしてこれ多分見てる人はなんかちょっと私と旅行した感じの気分にもなれたんじゃないかなと思うので、楽しんでくれてたら嬉しいです。じゃあ私はこの後街に繰り出そうと思います。やっほー。じゃあまた東京で、バイバーイ。もっとだよ。